はい、ということで今回はですね、はい、まあ、我々のね、うん、オリジナルブランドミッションディストリクトとこのハイヤーさんのコラボということで、うん、まあ、こちらの商品をね紹介していくんですけど、はい、ハイヤーさんのね、うん、キャップタクトが2年前に紹介して、うん、すげえいいってことで、うん、ずっと被ってるよね。そう、めちゃくちゃ被ってる、うん、ね。でそのハイヤーさんと、うん、まあ、コラボということで、うん、今回めちゃめちゃ嬉しい。嬉しいね、はい、本当にもうやっと2年越しの夢叶いましたみたいな感じで、うん、まあ、今回ね、まあ、コラボさせていただくんですけど、はい、今回はですね、うん、こちらの、まあ、デニムキャップとヘリンボーンキャップなんですけど、うん、まあ、2年前にこちらをね、うん、デニムキャップ購入して、うん、まあ、愛用してるんだけど、うん、コラボということで、はい、結構ね変えてます。変えてます ね、うん、色のディティールとか、まあ、いろんな要望とかを伝えて、うん、まあ、記事から選びまして、うん、いろいろと、はい、今回制作させていただきました、はい、今回ね、うん、このデニムキャップと、うん、まあ、ヘリンボーンキャップなんだけど、うん、デニムキャップはもちろんね俺すごい好きで被ってるんだけど、うん、ヘリンボーンもね欲しかったのよ。そうだね、基本的にさヘリンボーンの多分持ってないよね、キャップは持ってない、うんうん、今回ね、このヘリンボーンのさ、うん、帽子欲しいってことで、うん、まあ、作りました、これ。はい。はい、で俺も結構、ジャケットとか、うん、パンツとか、まあ、オーバールとかかな。そうね。ヘリンボーンのアイテム結構好きで、うん、で、キャップもね、うん、欲しいなと思ってて、うん、で、いろいろ生地から、うん、ほんと、カラーからね、うん、もうほんと、選びました、いろいろと。だこれ、すげえいい色。いい色だよね。マジでいい色、これ。うん、で、デニムもさ、経年変化するけど、うん、こちらもね、実は経年変化するんで、そうだね。すごい楽しみ、俺は。楽しみ、ほんとに。今でいい色だから、そうだね、どうなんのかっていう、ね、正直、うん、これやばいっす、正直本当に、ね、色結構これやれ感出てきたらすげえかっこいいと思う。めっちゃかっこいいと思う、ね、うん、で、ハイヤーさんっていうブランドをね、まず簡単に説明しようと思うんですけど、うん、ハイヤーさんはですね、岡山県倉敷市の、はい、まあ、キャップメーカーですね。そうですね、うん、で2014年から、うん、まあ、スタートしまして、うん、実はね、うちらも初めは知らなかったんだけど、そう、2人だけで、うん、このやってるということで、そう、すごいよね。もううちらと一緒やん。ほんと、うん、うちらと一緒なんですよ、うん、で2人で、まあ、これ作って販売してるということで、うん、すごいよね。すごい。だ職人2人だよね、うんうん、職人2人でやってるということで、その2人ももともとは、うん、岡山県倉敷出身で、もともと中学生の同級生だったって。そう、デニムのサラブレッドみたいな。本当だね、うん、しかも2人ともデニムメーカーに勤めてて、うん、10年ぐらい、うん、で、河合さんが、うん、まあ、独立して、はい、キャップをね、やり始めてから、うん、友達の中山さんも加わって、はい、2人でやってるということで、うん、だからデニムの知識もあるし、うん、そういう、しかも倉敷で育ってることで、うん、デニムとかいろんな知識があって、そこからでもキャップはもともとは好きだったけど、うん、その知識があったらしいんだよ ね。でそこから全部独学で、うん、ヴィンテージのキャップとかもばらしながら、うん、こう今までね、まあ、作ってきたということで、うん、で、まあ、2年前に俺がね、うん、たまたま見つけてこのキャップを買ったんだけど、うん、まあ、これの被り心地とか、うん、フィット感がマジ半端ないよね。そう、これやばいっす。で縫製とかもすごいなんか綺麗で、うん、本当素晴らしい作りだったんで、うん、まあ気に入ってね、ずっと被ってたんだけど、うん、で今回だからそういうコラボできてすごい嬉しい。そうね、だってほんと被ってて、うん、あの被ってる感じがしないの。そうだね、ストレスフリーで本当に本当に被れるから、うん、めちゃめちゃ多分こだわってんだろうね。そうね、すごい設計されてるから、うん、そう言ってたね。そうかも、だからヴィンテージのバラして、うん、まあ、もちろんそういうディティールも取り入れるんだけど、うん、まあただそれだけじゃない。そう、だからその人間のね、うん、頭にフィットするような形とか、うん、ちゃんと計算して作ってる人だもんね。う、うん、だから同じものを作んないっつって。そう、まあ、ブランド名でもねあるけど、ハイヤー、だから高みを目指すってことで、うん、本当に同じものを作んない、うん、どんどんグレードアップする感じで作ってるんだね。らしいね、うん、だ名前もかっこいいだからハイヤー。そう、ねね、そういう意味だったんだっていう。そう、しかももう一個意味があって、うん、そのコーデする時の着用する場所で、そうハイエスト、うん、一番上に着る、かぶるということで、うん、ハイヤーっていう、その2つの意味がかかった、うん、まあ、ブランド名らしいんですよ。そうね、うん、そしてですね、うん、まあ、今回この2つなんだけど、うん、まあ、こちらの、まあ、ディティールとか、うん、まあ、この素材とかを紹介しようと思うんだけど、うん、まずこちらのデニムキャップを紹介しようと思うんだけど、うん、まずデニムが岡山県で織られた14オンスのセルビッチデニムということで、はい、まあ、この耳がついてる、うん、まあ、旧式の織り機で織られたデニムを使ってます、うん、なんで今のさ、その耳がないセルビッチじゃないデニムっていうのは、もちろんその折る速さとか速いし、うん、その生地もね、その均等というかムラがないから、うん、生地としては品質はもちろん高いんだけど、うん、やっぱ旧式の織り機で織られてるから、そのムラがね、うん、あるんだよね、ある程度の、うん、だからこう経年変化した時にヴィンテージのようなね、うん、色落ちがするっていうことで、うん、まあ旧式使われてます、うん、うちは結構好きな感じだよね。そう、大好き、うん、そこがやっぱりムラないとね、うん、そのやっぱ濃淡っていうか、そうそうそう、それが出ないから、うん、そこがもうかっこいいでしょ。すごいね、うん、続いてこちらなんですけど、はい、うん、こちらねヘリンボーンの生地使ったんですけど、うん、うちらも結構生地の中でもヘリンボーン好きなんだよね、うん、そうだね、うん、見た目は結構好きで、うん、このね
なんだろう、パッと見た時の、うん、このヘリンボーンのこのね、うん、こういう感じの模様、はい、ね、うん、かっこいいんだよね、うん、で、これ硫化染めになってて、うん、まあ、デニムみたいに、まあ、経年変化していく生地になってます、うん、で、このヘリンボーンも縦糸にね、強い糸使ってて、うん、まあ、これもヴィンテージの、うん、まあ、ヘリンボーンの素材感を再現してて、うん、それプラス縦糸と横糸の染めの濃度が違うんだって、うん、そう、そう、それにことによってまたこの風合いが出てるってことで、うんうん、これもね、生地うちらも一から選んでこちらを使いました、はい、うん、生地はね、まあ、こんな感じなんですけど、うん、まあ、ディティール見ていこうと思います、はい、うん、で、俺もこぶってこのハイヤーさんのね、うん、このデニムキャップとちょっと違う場所があるので、 それをね、見ていこうと思います、うん、まず見た目、はい、こんな感じです、うん、で、まずパッと見ね、分かると思うんだけど、うん、この点ボタンがないってことでね、はい、ここにあるボタンがあるんだけど、うん、これはね、なしにしました、はい、うん、それプラス、ここのツバのね、うん、このステッチを全部最後までこうステッチそうなってるようにしてます。タクトのやつはここがないんだよね。そう、ここがないんだよね、うんうん、あとここもダブルステッチにしてますね、はい、うんうん、あとここのアイレットって言われる空気穴があるんだけど、うん、この穴もなしにして、うん、こんな感じのディティールにしました、はい、で、特徴的なのがこちらですね、はい、うん、ここに、まあ、うちらの新しいロゴ、はい、ロゴっていうか、まあ、これのために作ったロゴなんだけど、うん、ミッションディストリクトのこのスタンプをしてます、はい、これうちらが全部手作業でこのスタンプを済んで、うん、結構ね、多分ムラできると思う。そうだね、うん、結構な量あると思うから、なかなか、しかも1回じゃん、うん、1回でしかできないから、うん、ちょっとムラあるかもしれないけど、ね、それもな、味として楽しんでくださいね、はい、半分しかない場所もあるかもね、あるかもしれない、ね、全然ついてない、逆に当たりみたいな、そう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 、うん、だからここはね、まあ、そういう風な人がやった感じの、うん、このムラ感というか、うん、昔のさ、ヴィンテージとかも結構適当にやってるから、 そんな感じでやっていこうと思うんで、はい、まあ、ここはね、どうなってるか楽しみにしてください、はい、ね、自分のどうなってるかなみたいな全然ないやんそうそうそうあれみたいな薄いとか言ってまあありえますんでね、はい、そこだけね、注意してくださいね、はい、まあ、違うディティールはこんな感じなんだけど、うん、まあ、元々のディティールとして、うん、まあ、ここのね、後ろのここにアジャスターついてるんで、はい、まあ、どんな方でも基本的にはサイズが合うような、うん、まあ、フリーサイズになってます、うん、で、このアジャスターも牛革使ってて、そう、結構経年変化するんだよね。そう、ここも経年が超かっこいいね、うん、正直俺のね、うん、こうここやっぱこんな感じで、まあ、見てもらうと分かるんだけど、うん、結構経年化してるよね。そう、色も変わってるし、だいぶ違うよ、うん、これかっこよくなるから、うん、そこもね、育てられるというそうだよね、うん、あとこのツバの部分、うん、ね、こういう感じになってて、うん、こうね、よくやってるんだけど、うん、ここ中に樹脂入ってて、はい、うん、この形状がこう、うん、軽く変わるようになってるんだよね。そうだね。だからこうやってやると、ほら、上に反る感じになったりとか、うん、まあ普通にこうやってかぶったりとか、うん、いろんな形に変化します。そう。なので自分が好きなかぶり方ができるっていうこともよくて、うん、俺は結構上にこうやって上げて、それかっこいいよね、うん、いつもかぶってるんだけど、うん、まあそういうとこがいい、本当に。やっぱツバのさ、うん、この長さもね、やっぱ絶妙で、そう、ほんと折った時にちょうどいい感じなんだよ、これやるね、そう、うん、かっこいいですよ、これ普通のキャップって硬いさ、うん、まあ、樹脂入ってるから、うん、パキッて折れちゃったりとかするんだけど、うん、これは全く折れない、そう、しかも、そのパキッて本当にがっつりこう折っても、うん、特にそういうさ、折り目とかつかないから、うん、全然ね、このコンパクトになるっていうのがいいんだよね。そう、こうやってこのままさ、畳んでバッグとかにそうポンって入れといて、うん、でちょっとさ、日差しがすげえ強いなとか、うん、なったらこう開けてかぶれるよっていう感じになってるから、うんうん、そこも持ち運びもめちゃくちゃ使えるということね、うんうん、で、これがいいのがやっぱ夏結構ね、重宝する。そうだね、うんうん、やっぱキャップで、まあ、ウールのキャップとか持ってるけど、うん、夏はね、なかなかかぶれないけど、これはもう年中かぶれるんで、本当に年中いける、これは、うんうん、俺はもう2年かぶってるからわかるけど、うん、年中ずっとかぶれるんで、うん、そこのとこもいいだよね、うんうん、で、もう一個ね、うん、こっちのヘリンボーンのスタンプは黒です。あ、そうだね、うん、そう、黒になってて、うん、こっちが白、うん、はい、まあ、ペンキです。ペンキでこっちは押してて、うん、こっちはインクで黒で押してあるって感じです、はい、で、こちらのね、はい、まあ、商品なんですけど、まあ、本日から、うん、受注生産、はい、通常限定の受注生産ということで、うん、まあ、下にあるね、リンクに貼っとくんだけど、そちらのウェブサイトで販売になります、はい、で、受注期間がですね、うん、今日から14日の今日から22日までの日曜日までなってるんで、はい、まあ、そちらの期間で、まあ、販売してます、はい、で、発送がですね、うん、こちら、まあ、受注生産になるんで、うん、だいたい6月後半から7月の初めぐらいになるんでね、はい、そこだけご注意ください、はい、ということでですね、うん、まあ、今回このハイヤーさんと、うん、まあ、うちらのブランドミッションディストリクトの、まあ、コラボということで、まあ、これを紹介したんですけど、うん、気になった方はね、まあ、概要欄に貼ってるんで、よかったらよろしくお願いします。
ではですね、次の動画でお会いしましょう。バイ。